皆さんこんにちは。本日は大河くんの新しいおやつのご紹介です。今回は一つおやつをご紹介するっていうわけではなくて、おやつタイムのご紹介になります。というのも、今回ご紹介するおやつ、まずお見せしますね。じゃじゃーん、いっぱい出てきました。今回は大きなおやつ一つというか、小袋になった、今までいろいろもらってきたおやつのドドンと食べ比べおやつパーティーですね。それぞれ見ていきましょうか。どんなものがあるのかな。まず目立つこちら、韓国製ですね。お友達にもらったワンちゃんのおやつ、お魚のマークが入っているっていうことはお魚のおやつかな。それとあとこちら、ジャーキーかな、牛タン側ですね。牛タンジャーキー、こちらと、あとこちらデビフのミニパック軟骨ジャーキー、チーズ風味国産、これも美味しそうですよ。で、あとはこちらですね。これも完全にもらってきたのそのまんま置いといたっていう感じの、ワンちゃんのお茶受け。これね、愛犬お宿に泊まった時にホテルの客室に、だいたいね、人間用のお茶とちょっとしたご当地のお菓子、お土産屋さんで販売しているようなね、そんなもの置いてあると思うんですけど、それのワンちゃんバージョン、これ愛犬お宿でもらってきたんだと思います。マグロパフ。そしてこちらがウブドの森でもらったカツオパフ。提携のホテルだからね、同じようなものが置いてあります。で、最後にこちらがアイナ農園のハーブふりかけ。こちらもね、以前ホテルでいただいたんじゃないかな。こちらをそれぞれちょっと大河くんに味見してもらおうと思います。まずは感覚性のおやつから開けてみます。開けてみました。お魚のね、すっごくいい香りです。食べてみる、大河くん。最初興味なかったの、開けてみると匂いですごい興奮してます。はいはい、1個ずつね、たくさんあるから、今日あんまり食べ過ぎると良くないから、まず1つ目ね、韓国製のおやつ、はい、どうぞ。いい音してる。美味しかった？よかったね。それじゃあお次は、これ一番好きなんじゃないの、大河くん。ジャーキー大好きだもんね。牛タンジャーキー。尻尾は友達って、これ昨年のピンフェスでいただいたくじを引いて当たった景品ですね。こちら2種類あるけど、ちょっとずつちぎってあげてみようか。やっぱりこちらもいい香りする。飛んできた。はいはい、待って待って、今ちぎってあげるから待って。牛タンジャーキーね、ちょこっとだけど、どうぞ。ちょっと硬かったかな。もう一個、じゃあ薄色の方ね。薄色なんですけど、見た感じ鶏ささみっぽいですね。後ろジャーキーはさっきの濃い色で、この色はだいたいね、鳥っぽいけどね。はいはいはい、どうぞ。すごい美味しいんだ。よかったね、早いな。はい、次。じゃあ次はミニパック軟骨ジャーキー、チーズ風味っていうところが大河くんの興味をそそるよね。意外とリアルな軟骨、こんなになってたんだ。外のね、包装からは全く見えなかったので意外でした。とっても美味しそうよ、リアルリアル。ほら、こういう感じ、しっかり軟骨もついてるの。まあ、大河くん大興奮です。はい、どうぞ。よかったな、軟骨のカリッっていういい音したね。あ、分かった分かった。次ね、はい、早いな。次、ウブドの森でいただいたカツオパフ。見た感じは
以前ね食べてた大学の鰹節みたいなおやつあったよね。それに似てるけど、もうまさに鰹なので鰹節みたいな感じじゃないかな。匂いもね、もう完全にいい香り、鰹節の香りしてます。じゃあ食べてみよう。以前食べてたふわふわジャーキーよりも厚みがある、硬そうです。お魚だよ。はいどうぞ。パリって言った早かったはい、じゃあ次ね。今度は愛犬お宿のマグロパフ、見た目一緒ですね。匂いは一緒色が違うね、カツオとマグロでね。うわー、美味しそう、美味しそう、美味しそう。はい、あ、なんか落ちた。はい、どうぞ。美味しかった？最後はこちらですね。ふりかけって書いてあるから、おやつじゃないと思うんだ。ちょっと開けてみましょう。やっぱりそうで、中身わからなかったけど、完全にふりかけですね。なので、夜ご飯にあげようかな。アイナ農園さん、自然ハーブ工房、スプーン1杯の発酵ハーブふりかけ。発酵ハーブの力で毎日元気、ご飯にふりかけて簡単栄養プラス。摂取の目安、小型犬猫、1日約半分 3g。 大河くんは1日3回ご飯あげてるので、半分を3回、ちょっとずつふりかけてあげてみようかな。最後はおやつではなく、アイナ農園さんのふりかけを今夜の夕食にふりかけてあげてみようと思います。はい、ご飯の時間です。それではさっきのね、ハーブふりかけかけてみましょう。こちらのご飯の中身は毎度おなじみふやかしフードと生おからです。あえてあります。こちらに目分量ですけど、一応どんなものが入ってるのか確認できる程度、こんな感じかな。4分の1も入れてないかな、6分の1ぐらいかな。ちょっと表面にパラッと振りかけました。どうでしょうか、わかるでしょうか。同系色でわかりづらい。それではタガくんね、早く早く言ってるので開けてみようと思います。はい、どうぞ。どう、ハーブの振りかけかかってるんですけど、どうですかタガくん。ちょっといつもと違うなっていう感じはしてますね。いつももっとむしゃ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 食べるんだけど、ちょっとおっかなびっくり、探り探りです。でも慣れたらきっと美味しいんだろうな。わざわざね、ふりかけって言って売り出してるぐらいだから慣れてきた慣れてきた。もう表面全部食べちゃったかな。よかった、ハーブの力でね、これからもますます健康に大学になってくれればと思います。今回はたくさんのおやつとふりかけ紹介しましたが、ワンコのおやつももう様々ですね。ああいう風に小分けになってればたくさん楽しめますよね。お友達に配ったりとかね、交換したりとかしても楽しめますしね。あとワンコについにふりかけ、ワンコにふりかけなんてってびっくりしちゃいましたけどね。楽しみだけではなく健康のことも考えて作られているようです。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。